おい、ツナ、今日は学園祭前の最後の日曜日だぞ。ちゃんと練習しろ。いい加減疲れたよ。それにきっと、あの忍者が俺の代わりに舞台に立つことになるって。あれ？今、なんか天井から声がしなかった？のダメさ加減にジャパニーズ忍者が怒ってるのかもしれねえな。もう何度も怒られてるっていうか、普通に暗殺されてるんだけど。それはそうと、リーノのやつが動物園に来てるらしいぞ。俺たちも遊びに行かねえか。練習しろって言ったくせに。練習する気がねえなら無駄だ。とっとと行くぞ。まずは一つ行くぞ。楽しませ。なんかいきなり園内が騒がしいけど、どうやらあいつの仕業だな。ディーノさん、あれ、
店長が。ああ、たまには広い場所でゆっくりさせてやりたいと思ってな。並盛りで一番でかい水場といえばここしかねえからな。ほっといたら勝手に逃げ出して池へ行こうとするから閉じ込めとくしかねえんだ。だからって動物園のペンギンの水槽に入れちゃダメですよ。心配するな、あいつは優しい性格だからペンギンを取ってくやしねえよ。みんな怖がって水から上がっちゃってますよ。それはそうと、今日は大事な話があってきたんだ。おめえのことだ、何かあると思ってたね。何なんですか大事な話って。間もなくこの並盛りに砂を狙って大暗殺部隊が押し寄せる。大暗殺部隊？さすがのお前らだ、大暗殺部隊なんて程度じゃ全く驚いた様子だねえな。十分驚いてますよ。確かにそりゃ一大事だが、スナは今それどころじゃねえんだ。何か他にヤバいことでも抱えてるの？あったっけ、そんなことは。もうすぐ学園祭なんだ。なるほど、そりゃ大変だ。納得するんですか？差し手がましい真似は好きじゃねえけど、こうなるとやっぱりうちの連中に周りを守らせた方がいい。ぜひお願いします。その必要はねえぞ。何言ってんだよリボン。スナは今忍者の変身術を身につけようと毎日修行してんだ。大暗殺部隊なんてへでもねえぞ。いつそんな話になったの？やっぱり俺の出る幕じゃなかったか。スナ、伏せろ。楽しませてね。フルコースよ。やってやるぜ。ほらよ、行くぞ。何しやがるてめえ。みてえなヘッポコ忍者に可愛い弟くんを殺させはしねえぞ。俺たちはこっちだぜ。ディーノさんに助けてもらっちゃった。また俺の偽物。どうやらおめえ本物の妻に入れ替わって暗殺しようとしてた大暗殺部隊の一人をやっちまったみてえだな。やあ忍者、おめえもシャレがきついじゃねえか。味方なら味方って最初から言ってくれよ。
方じゃないですって。こいつが暗殺者ですよ。おめえにはまた助けられちまったな。二人とも騙されてるよ。敵が一番理解してるし。どうだ、ファミリーに入らねえか。まだ言ってるし。どういう目的でツナを狙うか知らねえが、それだけの腕、ボンゴレのために使った方が得るものは大きいと思うぜ。ディーノさんまで意気投合してるし。見つけたぜ忍者野郎。こんなとこでサボりやがって。練習の時間伝えたはずだぜ。その後はボクシング部で汗をかいてもらうぞ。極寺君、山本にお兄さんまで、どうしたんですか。あっちゃ、また10代目に見つかっちまった。素直に仕事はできねえな。すいません10代目、実はこいつに特訓させるつもりだったんです。やっぱりその計画頓挫してなかったんだね。10代目に恥をかかせるような結果には決してしませんから。俺が心配してるのはそっちじゃないよ。なあ、お前もいい加減へそ曲げないで一緒に学園祭に出ようぜ。当然ボクシング部にもな。どうだ、みんなああ言ってるぜ。あの意地っ張り野郎め。せめてあの仕掛けだけでもうまく真似してえな。まさに極限の身のこなし。そりゃ暗殺者なんだから。何のつもりだ。他のやつはどうだか知らねえが、俺は騙されねえぜ。てめえは偽物だ。してんじゃん。ま、どうでもいいわ、興味ないし。ねえ、なんか儲け話ない？最近お金少なくってさ。お金ちょうだい。ふん、黙っちゃってしけてるわね。金のないやつには興味ないわ。じゃあね。ジェットコースターで修行中だぞ。恐怖心に打ち勝つための修行だ。
別に構わねえが、俺の修行はめちゃくちゃ厳しいぞ。それでもやるのか？そうか、そのやる気は買うぞ。お前は、そうだな、今日はメリーゴーランド耐久修行をしろ。俺がいいって言うまでずっとメリーゴーランドに乗ってるんだ。スタミナとバランス感覚を養え。いいって言うまでいつまでもだぞ。さっさとやれ。まだだ。まだまだ甘いぞ。ねえな、そんなんじゃツナの右腕は務まらねえぞ。根性のないお前にはお仕置きだな。高速回転スタートだ。さて、また寝るとするか。何か用があるなら早くしてくれる。僕は君と違って暇じゃないんだ。ああ、そうしてくれると助かるよ。わざわざ君を噛み殺す無駄な時間を使わずに済んだ。ふん。